ホームはもう昔からありますからね。さあ、トイレ入ってきまして、そのままこちら作られてるのホームを切るんで、こっちはこっちで会社とあんだ。あなたも私もね、外出たピアノとかもいろいろあるはずですし、比較的中心になってる駅ですからね。でも市バスもだいぶここがバスターミナルになっとって各方面に出てたはずですしね。変わってますね。桜通り線の方も比較古いはず。もともとは、今井手前だったっけ。あ、そうだ、太閤通りに変わったんだ。ここは昔の中村区役所ですね。だから太閤通り線が変わってるんですよね。なんか違和感あるな。まあどうせ徳重からの帰りに乗ると思いますから、その時にまた見ますけど。そうで、野波まではもともと、今行きまでが最初に帰っていって、で、野波まで途中で延伸して、で、またその最後に徳重まで延伸した。で、なんか豊明の方まで延伸するっていうケースもあるらしいですけど、どうなってるんでしょうね。なんか、こっちに行くとずっと、話がずっとうやむやのまんまな感じですけどね。そんな座使ってないスペースあるんですね。あれか、今五条編成か、四扉のですね、4525条編成で、一応6条編成まで対応できるように作ってあったんでしょうね。まあですけど、そんなに利用者も多くないですからね。ですんで、結局こっちは使われずじまいっていう感じなのかな。こんなスペースあったんや、全然知らなかった。更新した後のやつになってるんですね。だから名城線と違ってこっちは大変ですよね。 LED 表示じゃないから行き先もこもても作り直さないといけませんもんね。
こっちも言っておきに来るはずですけどね。最高通りって言われると、もうどっちかというと名古屋の明治の駅西のちょっと先行ったところで、まあ、そこからずっと伸びてるのが最高通りだから最高通りなんですけど、あの辺りのマックスフェルとかある、あの辺りがなんか最高通り強いとイメージするんで、なんかちょっと中村区役所のところって言われてまだしばらくピンとこねえんだろうなと思いますけどね。だからこれで区役所とか市の施設の名前になってるので、市役所もなくなって、ゴキソはもともと、ゴキソも昭和区役所の真ん前ですけど、あれですもんね。昭和区役所前とじゃないですもんね。これ、水沢区役所くらいか。他はもう、あれですもんね。それ役所の名前になってるのは、結構登ってんだね、ここから。下ってくんだ。地下鉄は本当に高低差の感覚が分かりにくいですからね。さあ来た、次。ちょっと全部このままなんですよね。